はい、皆さんこんにちは。覆面 YouTuber タカです。気になる男ですね。気になる男シリーズ第40話まで来ましたね。第40話、で前回第39話なんですけど、久保さんが2つ前編と後編に分けて作ってくれたので、今回ね前編ということでまずこの動画を作っていこうと思います。はい、久保さんよろしくお願いします。で前回ですね、前回の39話、あの話ちょっと振り返っていこうかなと思うんですけど、まあ、全ベッドする価値があるんじゃないのっていうところだったですね。人生に対して、まあ、本当ここ前回前々回もずっとこの話してるような気がするんですけど、自分の持てる力を温存せずに出し切りましょうというところですよね。この後回しすること、後回しの話がずっとやっぱりあって、自分もこの後回し、いわゆる先延ばしですよね。この先延ばし後回しがあったことによって、こういろいろうまくいかないというか、なんかねこう人生がこううまく回らない時、長い時間あった気がするんですけど、やっぱり後回しすることっていうのは今日の力を出し切れてない、まあ、温存するっていう意識じゃないとは思うんですけどね。こう出し切るっていうよりも、こうやっぱり出し切らないのが普通になってしまっている。だからこれって力を出し切る特訓っていうのはやっぱしていかなきゃいけないんじゃないかなと思ったんですね。力を出し切るが常にも全力でやれっていうわけじゃないんですけど、やっぱりそのできる限り今日できることはしっかりやろうみたいな意識っていうのが常にあると非常にいいのかなと思ったりして、でこれ夏の甲子園のちょっと記事見てたんですけど、まあ、今年の記事だったかな、今年夏かな、まあ、この九州学院、まあ別にどこの学校も同じような感じなんでしょうけど、まあ、エースを温存して裏目になったよっていうね記事がちょうどあったんですよね。まあ、これ確かエースがいたんですけど、まあ、これ4強7でだから、ベスト8かな。だから次の戦いもすでに睨んでたと思うんですよね。睨んでて、2番手の投手だったかな、2番手の投手が出てきて、まあ、初回に5点取られてしまったというところで、うん、こうなってしまったらもう取り返しがつかなくなっちゃって、まあ、負けたっていうところだったんですけど、やっぱり、ね、当然温存することによってうまくいくっていうことはいっぱいあるんですけど、この失敗する場合も当然あるので、このリスクをどう捉えるかですよね。本当にだから温存して裏目に出るのか、それとも全ベッドして裏目に出るのか、さあどっちを選ぶということで、うまくいく可能性っていうのは正直わかんないかなと思ってて、ならばもうこの全ベッドして裏目、全ベッドしてでどうなるかも、こう裏目って書いちゃってますけど、その全ベッドして点を待つというか、そっちの方がなんか気持ちいいんじゃないかなと思ったりもして、ここはね本当に人それぞれ考え方次第なんであれなんですけど、ただ温存して裏目になって、こうやってこの負け戦になるっていうのはすごく後悔するんじゃないかなと思ってて、だからこそ力を出し切る特訓、力を出し切る特訓ですよね。これをやる、これ普通あんまりやらないと思うんで、だからこう頑張るっていうか、ギリギリのところで頑張るみたいなっていうところをやっていくと、本当になんかすごく成長するのかなというか、自分自身強くなるんじゃないかなと思っているので、当然裏目に出ることがあるからこそ、なかなかこう、踏ん切りがつかないと思うんですけど、まあ、こうなるくらいな、こういう未来がもしね、もうすでに分かってるっていうなら、ああ、やっときゃよかったっていう、まあ、温存しなきゃよかった、やりきればよかったなっていうのは思いますよね。だから、温存せずにやりきってもダメならそこは踏ん切りつくんですけど、これも悔いが残って仕方ないですよね。もし、〇〇っていう世界があるかどうかっていうね、よくあるパターンなんですけどね。本当にこれって、後悔残るような気がするんですよね。特に高校生なんて一生に一度だから、すごく後悔するシーンじゃないかなと思ったりもするんですけど。そしてここですね、次、人生というチップ作っていくしかないっていうところ書いてる、まあそういうお話していただいたんですけど、まあ時間が解決してくれるわけではないっていうところが、やっぱりここはキーワードがすごく強いかなと思ってて、
自分の人生をかけて勝負するために、自分の人生をかけて勝負するために、やっぱり、普通にサラリーマンでいいし、別に満足してないなら別に、満足しているなら別にいいんですけど、やっぱりこの動画を見てくれてる方って何かしらこう気するものがあるとは思うんですね。気するものというか心の中を思ってるからこそ見てると思うんで、やっぱり勝負かけていくしかないわけじゃないですか。何もね、問題ないなら普通に会社で仕事をし続けて普通に満たされてるとは思いますんで、まあ、そうなってくると本当にこの時間が解決してくれるわけじゃないっていうのはもうなんかなんとなく分かってると思うし、そしたらもう勝負していくしかないと、まあ、そこで具体的なお話になっていくんですけど、この自分が持っているカードってまあ何だろうっていうところになっていくんじゃないかなと思うんですね。自分が持っているカード、自分が持って、まあ、手持ちのカードっていうお話をしていただいたんですけど、まあ、そうなってくると今度まずスタートとして自分が使えるカードって何だろうって考えるところが必要なんじゃないかなと。だからそのカードを使え、自分がね、持っているカードというか、その話少し戻りますけど、ここですね、手持ちのカードとかけるべきチップを配られていないカードを持っても持っていない、今夜妄想しても明日まで待っていてもっていうね、なんですけど、その配られているカードを、手持ちのカードをすら分かってないっていうこともあると思うんですね。自分もそういうのは分かってるか分かってないかっていうのが非常に怪しいところがあるんで、じゃあ自分が使えるカードって何だろうっていうとこから始めるべきなのかなと思ったんですね。でそこで自分がちょっと考えたのは、まず見ることが大事かなと思ったんです。まあ、見えなかったカードをまず見えるようにすると、手持ちのカードは配られているんだけども、まあ、それにそもそも気づいてなければカードも使えないというところで、まずはこのカードを見える練習を、見る練習を、こう、つってこう見る練習をしないといけないんじゃないかなと。で、見えるようになればわかるんで、そしたらこの持っているカードが知ることができると思うんですよ。で、最後に、そのカードを使うっていう、手持ちのカードが見えて、手持ちのカードがこういうのが持ってるんだなって分かれば、あとは使うだけなので、まあ、あと切り方っていうのは当然またそこもいろいろ考える必要があるんですけど、まあ、そのカードの切り方、まあ、最後もまた重要なポイントがあるんでしょうけど、この3つのポイントっていうのがやっぱりを経ない、そのポイントをしっかりとこう段階を経ないとやっぱり無理、難しいんじゃないかなと。だからこそこの自分の使えるカードをまず探っていくっていうことをするためにも、この見るとか知る、まあ、使うは多分最後と思うんですよね、どう切るかっていうのは。なのでまずここを探っていくっていうのが重要なのかなと。だからこそこの放っておいても時間は何も解決してくれないっていうところは、まだこの探る、分かってれば使えると思うんですよ。このしこれを切ろうっつって。でもここはまず分かってない、自分の使えるカードが分かってないんで、まずは探っていく。まあ、ここら辺をやると、時間を無駄にしないんじゃないかなと思ってて、なんかより深くこうやって掘っていくというか、しっかり考えていくと、なんかこう手がかりというかきっかけつかめるんじゃないかなと思ったりもいたしました。そしてですね、死に方の、偶然、そうそう、生まれは偶然だけど死に方は必然だっていう話、これだって、ビル・ゲイツさんが言ってたところですよね、確か。死に方を選べないけど、自分の死は納得できるようにできるんじゃないのっていうところだったんですけど、自分もそれはすごく思ってて、やっぱせめてね、納得した人生で終わりたいなっていうところは常々あって、もし自分がこのインターネットでお金を稼ぐっていう世界を知らなければ、多分特にそこまで、あんまり考えなかったんじゃないかなとは思うんですよね。まあなんかやってる人はいるみたいだけど、みたいなぐらいで終わっちゃって、そこまでこう悔いっていうのはないような気は、するんですけど、やっぱり一回このインターネットでやっぱりお金を稼ぐっていう世界に入ったというか、まあ、知ってしまったので、やっぱり、まあ、このまま終わったら後悔してしまうっていうのはすごくあるんですよね。やっぱりせっかく足を踏み入れたんであれば、まあ、できる限りもう少しスキルを伸ばすなり、お金を永続的に稼いでいくなり、少しやっていかないと、なんか少し自分は今悔いが残るんですよね。もう納得できなくなっちゃっている状態に自分がなっていることに気づいた。なのでやっぱり、
もう後悔してしまうっていうのは気づいちゃったんですよね。で、よくこれ大学時代にね、よく、まあ、一緒にいた子が言ってたんですけど、まあ、これは女子大生ですね。女子大生。まあ自分がまだ20、あれ？大学生だから18とか19、20歳ぐらいですよね。20歳ぐらいでよくこう言われてたのが、その子がよく言ってたのが、もうやらないよりはやった方が絶対いいよねっていうのをよく言ってた子がいて、まあそうだよねっていうのは言ってて、まあ大学生ですからね。まあだから、じゃあ今から飲み行こうぜみたいな話になるだけなんで、そんな深い思いはなかったんですけど、ただこれはよく言ってて、自分も大学時代はパソコンの学校とか言って、まあもともと大学時代にはもう IT エンジニアになろうとはずっと思っていて、まあ、人付き合いがあんまり得意じゃなかったんで、まあ、パソコンの仕事しかできないだろうと思って、まあ、パソコンの学校通ったりはしてたんですけど、まあそれもね、まあやらない方がやった方がいいよねっていうね、まあ、この言葉を後押しされて、なんかその大学時代学校にパソコン教室みたいなやつかな、とこに通ったっていう記憶もちょっとあったりして、結局この考え方が、まあ今でもね、ずっと続いてるからもう20年間ぐらいですよね。なんか、ことあるごとにこれっていうのはあって、だからやっぱり、まあ向こう見ずなね、チャレンジもいろいろ自分の中ではね、したりもしたりしたんですけど、で、今、よく考えるのは、この次の勝負があるかどうかわからないんだよっていうとこはすごく言われたり、何度もこれは言われたりもしてて、次の勝負があるかどうかわかんないと、もちろんその、やった方、やらないよりやった方が絶対いいよねっていうところもあるんですけど、プラスしてチャンスがあるか、もう次は来ないかもしれないっていう危機感を、やっぱりこれもう一押しこれ言われると、やっぱりこの言葉がすごく生きてくるんですね。昔はそういうことは、なんか若いというか、考えもしなかったんで、まあやらないよ、やった方がいいよね、じゃあ全部やったれっていうような勢いでやってたところがあったんですけど、より深くやっぱり年齢を重ねていくと、あ、チャンスがもう少なくなってくるんじゃないかっていうね、いうところを少し最近は深く考え出したような気もしないでもないんですけど、で、ここでね、鬼滅の刃のところのちょっとシーンを出していくんですけど、まあ、ここはね、実際この人が、無惨の最終のボスですね、最後のボスに使うためにこう取って打った必殺技みたいな感じですね。これをこう、温存しておきたかったんだけど、でもここで負けては元の狼と、今使うもやむなしっつってこう技を出すシーンなんですけどね。確かナンバー2の鬼に対してこうやってるんですけど、やっぱこういうところって大事なんじゃないかなと思ってて、まあ、今回切り札の話に、手持ちのカードから今度切り札のカードの話にがあったんですけど、ここの切り札、まあ手持ちのカードがあって、さらに切り札っていうのがあったとして、じゃあ切り札をいつ使いますかっていうところがあって、いやいやもう使っちまおうよっていうね、温存しててもしょうがないって、まあ結局この後回しの話にもつながってくるんですけど、結局その後回しにしていたら、どうしようもないって、もう使うべきに使っていこうっていうね。今使うんだってね。使ってから考えればいいかなっていうね、考え方も一つあるのかなとは思ったりもするんですよね。前回も明日のことばっかり考えるのも大事ですけど、もう今日どう生きるかっていうところも大事なんじゃないかなと思ったりもするんですけど、そしてここですね。時間が解決してくれる大バカ者と、時間は何も解決しないんだよと、そしてね、本当に時間が解決するなら、全ての問題が死ぬ時まで片付いていると、やっぱこれ言われるとね、なるほどなと思いますよね。まあ確かになと、時間が解決してくれるのは全ての問題解決してくれてるはずなのに、なぜ今解決できてないんだっていうね、いうところを、やっぱりこれをガツンと言われると、やっぱりあーって思いますよね。でもここでね、もういつものこの安西先生を使うんですけど、まあ勘違いしとりやせんかというところなんですね。本当にここ、時間が解決してくれるなら、どんな工夫もどんな努力も不要ですって久保さんが言ってたんですけど、まさにそうなんですよね。ここ本当にそうで、まあ、時間が解決するのはどんな工夫もどんな努力も不要です。勘違いしてませんかっていうね、いうとこがやっぱりあって、だから時間は何も解決してくれないという、まあ、この三段論法というか、この結局論理的な話になってくるんですけどね、時間が解決するのは全ての問題が片付いてるはずなのに、今何も解決していないと、だからこそ、ね、自分は勘違いしていない、勘違いしてるんじゃないのと、
ね、やっぱどんな工夫もどんな努力もね、やっぱりしてなくて問題は解決しないんじゃないのっていうね、ところなのかなと思うんですけどね、本当にここすごく考えさせられるところで、なんか意識多分してないんですけど、なんかこうすごく改めて言われるとってなるところなのかなとは思ってて、そしてここですね、もうここ、これ言われるときついですね、正直。その、まあ、そもそもあなたの人生は先延ばししまくった結果今日に至っていると、もうこれを言われるとね、まあもう反論の余地がないですよね、正直。で、ここコスパよく効率重視という短絡的な考え方とかね、まあ、こういうことをなんかもね、やっぱやればやるほどどうしてもこの先延ばししてしまうっていうね、まあだから本当にここっていうのは考えさせられる話だなと思ってて、いわば逆転の糸口を見つけたいからこの動画を見ているんですよね、というところじゃないですか、普通に。で、もっと言う、もっとさらにこうきつい言葉を言われると、まあ、この動画を見るのは何かを後回ししたいためですかと、なんかやりたい、やらなきゃいけないことがあるんだけど先延ばし、というかこうその問題から問題を逃げるため、問題から目をそらすために動画を見てるんですかみたいなね、こんなことを連続でこうやっぱ言われてる、言われると結構辛い、いい胸に、ね、刺さってくるような気はしないでもないんですけど、本当にここね、ここ、まあ、ここ、また同じとこなんですけどね、本当に先延ばしした結果でね、この先延ばしが習慣してしまって、やり残したことが多かった人生で、根拠のない希望だけが未だちらついていませんかっていうね、もう先延ばしはもう当たり前すぎてもう忘れちゃったと。忘れちゃったから、今度、希望だけに、しがみついてるというところになってしまってる。誰かがこう稼いだ、これだけ稼いだって言ったら、あ、自分はじゃあやっぱ稼げるかなみたいな、まあ要はこの都合のいい解釈ですね、都合のいい解釈、そして根拠のない希望にすがってないですかってね言われると、っていうね、本当にここっていうのが胸に刺さる言葉ですよね。そして最初の一歩を踏み出せないものには100キロ先のゴールにはたどり着けないというところですね。最初の一歩をやっぱり踏み出さないものには100キロ先のゴールにはたどり着けないと、本当にこれはね、真理というか、もうその通り、もその通りですしか言えないんですけど、でもなかなかこの一歩を踏み出すのが大変だなと思ったりもして、でもしこれがその一歩を踏み出せると人生少し変わってくるんじゃないかと、まあ、どう変わってくるのかっていうと、まあ、ここちょっとマラソンマンっていう漫画からも、これすごい古い漫画だったんですけどね、懐かしいなと思ってちょうど持ってきたんですけど、まあ、このマラソンマンの人は確か一回昔ランナーだったんだけど酒に溺れてしまってランナーやめてもう一回走り出すみたいな、確か王道の漫画だったんですけど、こう福岡国際マラソンだったかな、これ福岡国際マラソンでこう足が痙攣して動かなくなったんですけど、でここでレースを投げるわけないかなんだっつってね、この足にグサって刺すんですよ。で足でピンよっつってね、これ多分ここの何ですか、このゼッケンに安全ピンがついてて、その安全ピンを足にグサって刺して、この足で何ていうの、この針で筋肉を刺激して無理やり足を動かそうとしてるんだ、なんてやつだっていうね、お前もうちょっと熱く超熱くなるんですけどね、ザクッつってね、なんだかやっぱそれほど、だから一回やっぱやり始めたらそこってなんか気持ちってやっぱ結構強くなると思うんですよね。やっぱどうしてもこのスタートしてない状態だと、まあいいかっていうか、まあいつかやればいいかってなるんですけど、この踏み出し始めるとやっぱりこの100キロ先のゴールにどうしてもたどり着きたいというか、道半ばでやっぱやめるのは辛いなとか、いろんなことを考えていくと、もう最後この根性っていうかね、なんかこうもうなんかもううおーっていうね、こういう気持ちが出てくると、やっぱりどん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 近づいていくんじゃないかなと、そのゴールにですね、本当に近づくんじゃないかなと思ったりもして、そしてここですね、手持ちのカードとはということで、ここをお話ししていただきました。まあ基本その、やっぱり人はどうしてもね、俺はこんだけ過去やりましたっていうところ、こうやりました、やりましたっていうところをやっぱ見せようとしてるし、まあそれがまあ普通かなと思うんですけど、今回のお話では、まあ不利な条件だったり、過去の挫折をまあ、言うたらさらけ出すっていうところですよね。さらけ出すことで、人との信頼関係を、まあ、得られるというかね、まあ、競争不要の魅力っていうところ、まあ、こっちは競争しちゃうことになるんで、どうしてもその、
こんだけ稼ぎましたとか言ったら、いやいや、俺はこんだけ稼いだみたいな、このマウント合戦っていうか、まあ、不毛な争いというわけじゃないですけど、で、過去の栄光だと、俺はこうやった、いや、俺はこんなのやった、やった、言ってないけど、みたいな、なんちゅうん、こう、なんかいけてない戦いになるような気がするんですけど、これを出されると正直どうしようもないかなと思うんですよね。やっぱり自分もここはすごく、まあ、できてなかったところだし、まあ、ここはハッとするような言葉だったし、まあ、そもそもこの話っていうのは前も出てきてて、まあ、第21話ですね、第21話のこの、速稼塾思考のところで出てきて、もうちょうど20、ちょうど半分、ちょうど40話だか、ちょうど20話だか、ちょうど半分前っていう言い方がいいかもしれないですけど、この常識破りに考えるのだっていうね、いうところのお話で、出てきたんですけど、まあ、ここですね、お前の人生に起こることは全部お前の資産だというね、まあ、その悲しみだったり、失望だったり、絶望だったり、敗北だったり、ダメージだったり、もう恥だったり、まあ、いろんなことを使い切りましょうっていうのは、この20話のところで、お話しされていて、久保さんが。じゃあね、ここの、まあ、久保さんのね、こういろんな失敗パターンをこういろいろ書いていただいてるんですけど、これ大切なマイナス資産って書いてあるんですね。大切なって、この大切なっていうところがすごく重要で。で、こうやってやっぱりどうしても他人から見たら、ああ、まあいろいろやった、いろいろ失敗してますねの一言で終わっちゃうんですけど、これをその自分、もし自分がこれをやって人に堂々と話せるかっていうとこなんですよね。これだけ、まあ、なんか失敗しまくったらもう開き直れるかもしれないんですけど、なんかちょっと、なんか一個の失敗がずっと尾を引いてるってよくあるかなと思ってて、まあ、そういうのもなんかあって、まあ、今回そのだからこそこのマイナスが資産っていうところの副題を設けさせていただいたんですけど、ここがやっぱできる人って強いんですよね、どうしたって。もうなんか堂々としてるし、それ言っちゃうみたいな、まあでも言われたらもうどうしようもないし、だからそこが言えないんだよっていう話になってくるし、まあここね、これからもこのマイナス資産を使い倒してプラスを生み続けますっていうところを、まあ、言って、まあ、20話のところで言っていただいてですね、まあ、自分もじゃあちょっとっていうところで、ちょっと自分の話に今度なってくるんですけど、まあ、自分もこの副業を禁止の会社も、まあ、IT エンジニアなのに副業禁止っていうのは不思議な会社だったんですけど、まあ、こういうね、岐路に立たされたわけですね、会社に今、発覚して。でも結局、こんなにストレートなようなことじゃなかったんですね。実際なかなかこう自分も辞めるなんてことはできなかったんで、こんな二者択一で、じゃあ俺は辞めますみたいなね、ことは、そんなことは言えなくて、それでもなんかダラダラ会社に、ダラダラってわけじゃないですけど、まあ会社にいて、結局もうなんか、そこでもう、しょうがないよと、しょうがないんで、もう、なんだ、解雇通知かな、なんて言ったのかな、ちょっと忘れましたけど、あんまり記憶にね、どうしても記憶から外そうとしてるんであれなんですけど、なんともか解雇ですね、解雇。っていうところまでこう引っ張っちゃった。だから、勢いよくね、ここでもうやめますとかに言ったらかっこよかったんですけど、なんかそういうこともできずに、だらだら決断できずにね、どうしようもない状態になってしまって、結局、まあ、解雇通知を受けて、ようやくなんかこう、まあ、踏ん切りがついたもなんも、まあそこでね、もうどうしようもなくなったっていうね、なんかこう、なんともこう、踏ん切りがつかない感じだったんですけど、まあ、なかなかやっぱ決断っていうのはなかなか難しい。ここでね、俺やめぜみたいなね、かっこ言えればかっこいいんですけど、まあそんな自分もかっこいい人間じゃなくて、でやっぱりこう、あんまりこういう過去をね、やっぱり自分はさらけ出すっていうのはすごく苦手というか、嫌だったっていうのは、なんでかっていうと、やっぱね、こう人に合わせてひたすら生きる偽りの人生っていうところをやっぱり生きてきたところがあって、結局もう、繕い続ける人生だったので、ね、繕い続ける人生。まあ、人にこう合わせてね、まあ、八方美人じゃないですけど、まあそうやってこうやってなんとかかんとかね、こう、うまくやれたかどうかはちょっとあれですけど、自分なりにこううまくやろうとしてね、まあ繕い続ける。まあだからこそ自分の過去もやっぱ晒す苦しさっていうのは人一倍すごく辛いかなと。どっかでね、もうここ偽りの人生はダメだっつってね、どっかで踏ん切りつければよかったんですけど、なかなかこれが踏ん切りつけずに、そのままね、ずっとまあ生き続けたっていうところがあって、まあそういうところもあって、特にこうやっぱりメルマガとか文章を書くときは、
やっぱ人の共感を得るためには自分の過去をさらけ出しましょうみたいなことはやっぱ言ってますが、やっぱなかなかこれが辛くてですね、あまりに自分の過去をさらすのが苦しすぎて、まあ、ちょっとね一時期挫折したっていうところもあったんですけど、じゃあことその自分がまあ、YouTube に やり始めた時にはその視聴者がこの喜んでくれる動画を作るっていうところをだけでよかったんです。まあ、今回こうやって自分で発信情報発信する場合はどうしてもその自分っていうところが当然必要になってくるんですけど、その自分が出てないパターン、自分がいないところ、まあ、要は自分の存在を完全に消せる YouTube の作品を作る、要は単純にこの自分はいなくても自分という存在はいないんだけど、その視聴者が喜んでいる動画をただ作るっていうところ、まあ、要は自分の存在を完全に消せる YouTube っていうのが、まあ、自分にとってはすごく、まあ、ありがたかったというか、そこにかけれたっていうところだったんですよね。初めの方はどうしても自分のことを言うっていうのはちょっと難しかったんで、じゃあね、ただ視聴者が喜んでくれる動画を作る、まあ、これ IT エンジニアも一緒でプログラムを組むっていうところは別に自分は必要ないんで、まあ、だからこそその職業を選んだっていうところがあったので、まあ、だから YouTube もね、視聴者が喜んでくれる動画を作る、ただこれを作るだけでいいんだ、それでね、それを作ることができる、それが YouTube っていうプラットフォームでできるんだっていうところがすごく自分にとって良かったし、まあ、そこに自分はかけたっていうところもあったんですね。はい、そこで、まあ、ありがとうというところのお話になっていくんですけど、まあ、感謝されればされるほどお金が集まる可能性は高いと、これは特にこの YouTube でお話はしていくんですけど、まあ、当然、普通のリアルだと、まあ、ありがとうねっていうだけで終わっちゃうことも、まあ、あることも当然あるし、まあ、そういうことはあるんですけど、この、まあ、久保さんが言ってたのはありがとうの向こうに常にお金はあるよっていうのは、これはなかなかやっぱりその体感できる人はできる、できた人は強いし、できない人はずっとできないんじゃないかなと思うんですね。だからここもうありがとうだけで終わっちゃうからやっても意味ないじゃんっていうね、やっぱりそういう気持ちはずっとあり続けると、どうしてもなかなかっていうところなんですけど、このありがとうの向こうに常にお金があるっていうことが、この革新的な状態にこう自分の中に腑に落ちていると、やっぱり感謝されればされるほどお金が集まる可能性があるっていうところがすごくやっぱりあるんですよね。で、やっぱりこの YouTube っていうのは、このマネタイズする仕組みが整っているっていうのがすごく良くて、この感謝されればされるほどお金が集まる可能性っていうのがやっぱりあるんですよね。っていうのが本当にすごくあって、まあ、YouTube は本当にこのマネタイズする仕組み、これがそのまあ無条件で整っているというところがすごく強いかなとは思っていて、まあ、今まで多分昔はそういうことなかったと思うんですよね。10年前、まあ、10年前はあったのかな、まあ、20年前とか30年前は絶対なかったんで、まあ、この時代に生まれたっていうことは本当に幸せだったと思うし、まあ、そういうことって本当にありがたいなとは思ってるんで、まあ、だからこの感謝されればそれほどお金が集まる可能性があるっていうところが、本当にこれが現実的なところが YouTube で実現できるので、これ本当に素晴らしいことなんじゃないかなとは思うんですよね。はい、というところで、このそしてフェラーリのお話もしてくれたましたよね、高いものにはたくさんのありがとうが詰まってますっていうところ、ここも自分がうまく理解できなかったところがあったところを、大久保さんが一言言ってくれたところで理解できたんですけど、まあ、高い金額のものにはたくさんのありがとうが詰まっているっていうところを、あ、なるほどなと、確かになと思ってて、このフェラーリとか大豪邸、まあ、そのフェラーリを作る過程でいろんな人が関わっていると、当然大豪邸を、ね、まあ、いろんな大豪邸だって作るにしろ住むにしろ、やっぱりいろんな方が関わっている、つまりいろんなお金、いろんなところにお金がこう動いているっていう、やっぱいろんなお金が動いているってことは、いろんなありがとうがこうたくさんあるって、これってすごくいいことだなと思ったりもして、本当にだから自分も初めは YouTube でこう広告収入を稼ぐっていうところから始めたんですけど、今こうやって塾を開かせていただいて、やっぱり少しそれよりも大きなお金が動いた、まあ、大きなお金が動くことによって、やっぱりまあ塾生さんが喜んでくれたり、まあ、というところもあったりして、やっぱり大きなお金が動いていくっていうのは、幸せが増えるところにもなるんじゃないかなっていうのは体感したような気がいたしますね。はい、そして、サラリーマンは稼げないというね、ところ、これは一つの真実ということで、お話ししていただいたんじゃないかなとは思っていて、ここはやっぱり自分もかなり衝撃的というか、まあ、多分ここの中では少し理解はしてたんですけど、ここをガチッと言われることで、
ああ、なるほどなというところに、まあ自分はたどり着いたんですけど、その、まあ、サラリーマン、まあ一般的にお金を稼ぐ職業、まあ普通に会社、学校、教育を終えて、通常のレールに向かっていくと、基本的にこうサラリーマンになっていくんじゃないかなとは思うんですよね。でもこれやっぱりサラリーマンは稼ぐのに適してないということをこうガツンと言われると、ああ、そうなのかな。今、まあ今だからこそちょっと分かったりもするんですけど、会社はずっと自分も、まあ、IT エンジニアでしてて、まあ、真面目な人がね、まあ、やっぱりこう報われてないんですよね、ずっと思ってて、なんでこんな人、こんな真面目な、みんなに真面目なのに、なんか辛い思いしてるのかなっていうのはずっとあって、じゃあ、そのなんだ、仕事ができるようにちょっと見せかけるというかね、ちょっとアピールが上手い人が、ちょっとそのなんだ、上に行って、まあ管理職とかにすぐ行って、なんか楽してるように見える。まあ楽してないかもしれないですけどね。ただそういう、まあ自分から見た目線で言うと、この真面目に働いてる人っていうか報われてないなっていうのはすごいあって、ここにやっぱ矛盾をすごく感じてたんですよね。なんでだろうなと、真面目が悪いのかなと、じゃあ真面目に働かない方がいいのかなとかね、いろいろ考えたりもした。会社員時代だったような気がするんですけど、まあ、この IT エンジニアの仕事ですね。IT エンジニアの仕事。もう朝からこの、自分はこうやってたのは、やっぱり朝から、まあ、遅刻ギリギリで、まあ、満員電車で出社していた。まあ、これは別に遅刻したいわけじゃなくて、そもそも体がもういつもボロボロ状態なんで起きれないっていう。だからその、なんだ、満員電車乗らないために早く会社に行けばいいとか、なんかし、少ない電車に乗ればいいっていうところもあるんですけど、そもそももうボロボロすぎてそんな状態ではないというところもあって、上司とメンバーの上司との人間関係の調整でもうヘトヘトと、これ本当にもう全ての IT エンジニアがそう感じてるんじゃないかなと思って、なかなかやっぱりね、みんながこううまく行くっていうのは難しい。まあこれは仕事は全般なのかもしれないんですけど、もう基本的にやっぱりエンジニアのやっぱりここは悩みなのかなと思ってて、だとしてもやっぱり自分もプレイヤーとしてやっていかなきゃいけない。だからその IT エンジニアってちょっと不思議で、管理職、完全管理職ってなくて、本当にもうプレイヤーでありながら、その管理職もしなきゃいけないっていう、だから優れた人は本当に自分ずっと永遠にプレイヤーでかつ、そのできる、さらに監視との調整もできるっていうようなスーパーマンが結構求められていて、だから自分がそのパソコンに向かって仕事すればいいやっていうエンジニア職を選んだのが実は一番、人と関わる仕事っていうのは一番人と一番関わらなきゃいけないっていう仕事だったっていうことの後から気づくんですけど、本当にこの一心不乱にプログラムを組み続ける、まあそこもあるんですけど、さらにこの組むだけじゃダメで、やっぱり原因不明のエラーっていうのは絶対起きるんで、これがまたね、もう鼻血が出るほど辛いっていうね、阿鼻叫喚っていうね、ここの優しい人は一生懸命エラーを対応するようしようとするし、もうなんかどうでもいい人はなんかもうエラーを無視してね、そのまま次に進んだりもするんですけど、まあ、ここによっても人の性格も出ちゃうんで、だからその心とか体が壊れてくる人が結構多くて、ね、解決できないエラーなんていくらでもあるので、まあ、そこに真面目に取り組むかどうかっていうのは本当にその時と場合によるんで、これをやりすぎちゃうことによって、まあ電車に、まあね、本当に、きつい、きついっつってね、電車に乗って帰宅っていうところになってくるんですね。特に自分の場合だと22時がだいたい定時だったんで、まあ自分の中の定時というか、だいたいここで一段落するところだったんで、本当にね、もうこう、そうなってこの、そして帰るっていうね。だこれだから朝が起きれないんですね、普通に、普通に。もう辛いって、もうこれがもう月火水木金いつもループで続いてたんで、もうその現場によるんですけど、でも大体この基本的にはこの人が足りない、まあ、IT エンジニアが生きるところっていうのはやっぱり人が足りないかったり、プロジェクトとしてなんか炎上してるというか火を吹いてるところなんで、それは火を消すために投入されるっていうのが IT エンジニアなので、もう大体月火水木金は大変で、さらにループで。時にね、土日緊急要請で、おかしいぞっつってね、どうなってんだっつって、呼び出せって言われて、まあ、呼び出されるわけで、まあ、こんなことがあるというエンジニア職。だからこの、そう考えると、このプログラムを組み続けて摩耗する人生を、まあ、ずっと自分はやり続けたんですけど、まあ、子供が生まれてからはちょっと変わったんですけどね、そこは。ちょっと違うところに、違う現場に行かせてもらったんですけど、だからその、プログラムを組み続けて摩耗する人生なのか、それとも動画を作り続け
動画を作り続けて YouTube にアップし続ける人生なのかということで、あまりその仕事的には大きく変わってないんですよね。 IT エンジニアっていうところでは、そのものづくり、ものを作るっていうところでは何も変わってなくて、プログラムを組むっていうのはもう作ることなんで、でこの動画を作り続けるっていうのは動画を作る、変わらないので、まあ、そこは大きく変わってないんで、だからこそこのテクノロジーっていうのはすごく大事かなと思ってて、でこの進化し続ける IT テクノロジーを使いこなすか否かっていうところで最後久保さんが締めてくれたんですけど、このテクノロジー、このテクノロジーっていうのは意外とその自分は IT エンジニアだったけど、最新のテクノロジーっては特に使ってはなかったんですね。もう例えば銀行のシステムとか本当に20年前とかのそのシステムをなんとかこう直していくっていうところだったので、でも今っていうのはやっぱ最新のテクノロジーをうまく使いこなすことによって本当に、いろんな働き方、稼ぎ方っていうのができるので、素晴らしいことなんじゃないかなと思うし、そして、久保さんの、第40話の後編で今度 IT テクノロジーの話が出てくるので、まあ、今度はねその話をもとにまた、動画をちょっと作っていこうかなと思いますんで、まずはこの第40話前編ですね、前編のところをここで終わりたいと思います。はい、ということで、気になる男、不明 YouTuber ですね、不明 YouTuber 高がお送りいたしました。後編はまたちょっと作っていこうかなと思います。はい、失礼いたします。